平野紫仕様、中国進出への可能性に注目。韓国ロケでの発言騒動も関連。ファンの反応は賛否両論。未来に期待。日本のアイドルグループ、キングプリンスの元メンバーである平野仕様が中国進出の可能性について報じられ、ファンや一般の注目を集めています。 この報道は、平野紫耀が以前に韓国でのバラエティ番組での発言が炎上し、韓国との関係について議論を呼んだこととも関連しています。本校では、平野紫耀の中国進出についての報道を詳しく検証し、彼の今後のキャリアについて考察します。中国進出の噂。 女性セブン氏によると平野仕様は以前から中国進出計画を検討しており関係者に相談していたとされています。中国の芸能業界について熱心にリサーチを行っており、中国でのセルフプロデュースについても考えているとのことです。また、平野は中国で奇跡の小さなビスケットちゃんという愛称で親しまれ、 中国の SNS プラットフォーム、美白での人気も高まっていると報じられました。この報道に対してファンの反応は分かれています。一部のファンは公式の発表がない限りは信じない姿勢を示し、一方で再始動を待ち望む声もあります。平野の中国での人気が高まっていることは確かであり。 彼が国際的なステージで活躍する可能性は高いと言えるでしょう。韓国ロケの炎上。しかし、平野紫耀が中国進出に向けて話題になる前に、彼は韓国での一件についても注目されました。その背景には、日本のバラエティ番組での発言が韓国のネットユーザーを怒らせたことがあります。キングプリンスル。 という冠番組で平野は冒頭から中国語でシェイシェイと挨拶し韓国語がどれくらい話せるか尋ねられるとシェイシェイは大会に中国語で愛している北京ダック。俺、この3つで生きていますから、と中国語を繰り返し発言しました。さらに韓国の首都を尋ねられた際にはパクと答え、その理由をパクってよく聞くんで、と説明しました。 この発言に対してネット上では韓国に対する失礼との指摘が相次ぎ、韓国の主要新聞、朝鮮日報もこの騒動を取り上げ、日本の有名アイドルが韓国を馬鹿にする姿勢が韓国ネットで炎上したと報じました。ファンの反応。 この騒動に対するファンの反応も分かれており、一部は平野仕用を擁護し、天然ボケで悪気はない遊び心だろう、との意見もあります。一方で、国際的な活動を考える上で異国の文化や言語に対する尊重が必要であるという指摘もあります。まとめ。 平野紫耀が中国進出の可能性について報じられ、その背後には韓国での一件が関連しています。彼の今後のキャリアについては未定であり、ファンや関係者が注目しています。彼が中国での活動を本当に始めるのか、それとも他の国や地域での活動を考えているのか、これからの発表を待つばかりです。 どの国であっても、平野紫耀のファンは彼の活動を支援し続けることでしょう。